国王の人は、新田次郎による日本の小説、同小説を原案とした漫画についても、当記事で扱う。新田次郎の小説は当初、大和警告社の雑誌、大和警告に連載され、1969年に新庁舎から出版された。漫画版はこれを原案として、坂本真一が作画を担当した。当初は、鍋田義郎が原作を担当していたが、途中から、 鷹のように交代し、後に原作表記が外れ、坂本の単独作品となる。週刊ヤングジャンプで2007年11月から2011年10月まで連載。単行本は全17巻。2010年第14回文化庁メディア芸術祭漫画部門優秀賞を受賞。本作は登山家の加藤文太郎の生涯を題材とした小説作品である。 漫画版はこれを原案とし、題名こそ同じだが、小説とは大きく異なった物語が展開されている。本作はフィクションだが、実際の登山記録などをもとに作られており、登山が行われた場所、日時などにおいて多くのものが実際に行われたものと共通している。しかし、吉田福の描写が単独校と比較して、著しく異なり、 吉田が登山に誘ったことが原因で、加藤が遭難死したかのような誤解を招く恐れのあるものとなっている。週刊ヤングジャンプで2007年11月から2011年10月まで連載。YJ コミックスより全17巻。声優の配役は、集英者のデジタルコンテンツ、バミック版のもの。ありがとうございます。